おはようございます。加湿器が壊れて乾燥してる和道です。今日は2019年1月の12日金曜日かな、土曜日かな。のりこわっと銀河さんおはようから、おはよう。金魚姫さんおはようございます。かのんちゃん、加湿器ぶっ壊れた。これ水漏れしてた。昨日洗ったりしたんだけど、水漏れが半端なくて、加湿器壊れちゃった。のんちゃん買ってくれたやつ、アロマディフューザー買おう、新しいやつ。ぶっ壊れたわ。おはよう金魚姫。のりこわっと銀河さん、そっか、壊れちゃったよ。うー、筋肉痛だな若干。あれ、ちょっと顔洗ってくる。金魚姫さんおはよう。のんちゃん、さんおはよう。さんこんにちは。さん水浴びしてる。金魚姫さん釈迦も水浴び。イカ娘さんよ、同じくおはようございます。本部アロマディフューザーって加湿器になるよね。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、こんにちは。
リコーと銀河さんバーガーを5個プレゼントしました。ただいま。加湿器壊れたからちょっとシャワーで熱風出す。おはよう、しおちゃん。なんかおはよう。うん、今日土曜日。サメちゃんの彼女さん分。今日土曜か。ああ、筋肉痛だ。アロマディフューザーって加湿器になるよね。大丈夫だよね。アロマディフューザーと加湿器にならない。ノリコアット銀河さん水蒸気式のがいいよ。いや、アロマディフューザー、あの超音波式じゃないの。だから壊れたんだ。水蒸気式、アロマを入れたいの俺は。アロマ、グレープフルーツの香りと、ユランユランだっけ、イランイランだっけ。ノリコアット銀河さん超音波式はダメだ。ダメなの？いやだって、こっちに水蒸気の方が早く壊れたよ。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、イランイラン。強引兵庫さん数千円。半千円ぐらいじゃないの？超音波式はなんでダメなの？水蒸気式だってこれ去年一昨年かかったやつ壊れてた。超音波式ってちゃんと清潔にしないとやばいよ。やばいの？だって壊れたよ。すぐにみーすけさんおすすめではない。ヤンデレラーとサメちゃんの彼女さん、イランイランは癖がある匂いだよ。うん、金魚姫さん、アロマ機能好き加湿器が良いのでは。どれ買えばいいとかわかんねえな。ちょんぱすきはダメなんだ。みーすけさん、アロマって鳥は大丈夫。知らないよそんな。それはじゃあ調べてよ。なんでグレープフルーツの匂いとかユーカリの匂いで鳥がやられるんだよ。どうやって生きてくんだよ地球の上で。菌が繁殖すんの？あ、だから温めた方がいいの？みーすけさん、猫は使っちゃダメだよ。そうなの？みーすけさん、精油だから。ああ。え、なんで油ってダメなの？ヤンデレラーとサメちゃんの彼女さん、アロマ太陽の売ってる。え、何？猫って油ダメなの？
どういうこと、どういうこと。ダメなのか。ランデレラーとサメちゃんの彼女さん、猫はアロマダメだよ。へえ。鼻がやられんのかな。ランデレラーとサメちゃんの彼女さん、猫には毒になる。金魚姫さん、シャワーの音で釈迦がノリノリ可愛い。ビーすけさん、鼻と歯の問題ではない。何の問題か教えてよ。ビーすけさん、教えはしない。ノリコアット銀河さん、わらわらわら。ヤンデレラーとサメちゃんの彼女さん、ユーカリとティートリーは動物には向かない。ダメなんだ。動物に向かないものを人間に与えたらダメじゃない？そう思わない？動物がヤバくなるよ。小動物がヤバくなるものを人間に与えるんじゃねえよって思わない？ミースケさん、そうとは限らない。そうとは限らない。なんで？理由は教えて。理由は？ミースケ、理由が知りたい。なんで、なんで鳥がダメ？ミースケさん、それは遠慮したい。まああれだろう、知らないくせに語ってるだろう。知らないくせに語ってるな。これ知ったか野郎だ。クラスにいたわそういうやつ。いたいた。ランデレラーとサメちゃんの彼女さん、ユーカリとティートリーはインフルエンザの予防になるぐらいだよ。ノリコアと銀河さん、ユーカリは毒あるらしい。あー言うよね。だからパンダって実はあれ、ユーカリ食べたいわけじゃないんだよね。ユーカリでお腹下すらしいもんね。おパンダ説思い出したわ。そうだそう、ユーカリには毒があってお腹下してるんだよパンダって。あれ別にユーカリ食べたいわけじゃないんだよ。あれユーカリしかないから仕方がなく食べてる。ノリコアと銀河さん、コアラだ。いやパンダの話してる。うるさいうるさいうるさい。パンダの話してんだよこっちは。ちゃんと獣医学の授業で習ったから分かってる。面倒。面倒じゃないよ本当。うるさい。ミースケさん、やば。パンダは笹だろ。うるさい。あったまきた。うるさいもう。ランデレラーとサメちゃんの彼女さん、パンダは笹だよ。うるさい。さい。寝る。あったまきた。ゴーイン京吾さん、パンダは鮭。ヤンデレラーとサメちゃんの彼女さん、すねた。乾燥肌なんだよ俺の部屋は今。ミースケさん、スターマインをプレゼントしました。ありがとうございます。超味噌なすさん、面白い。C ありがとうございます。スターマイン、ありがとう。スターマインもらったから起きよ。ノリコアと銀河さん、どう起きよ。ありがとうございます。ゴーイン京吾さん、パンダよく見に行ったよ。え加湿器ってこれいくらしたのんちゃん。ちょっとね、加湿器なしでの生活は厳しいよ。もう私の体、加湿器と空気清浄機を与えられてしまったから。わかる。昔はね、目やにができようがね、なんか口の周りがカピカピになってね、目が開かない朝を迎えてたけど、私のその幼少期は。ミースケさん、安いペットボトルの加湿器でいいじゃん。強引強吾さん、今から買いに行こうよ。いやーねー。ノリコアット銀河さん、5000円くらい。5000円くらいか。
1万もしないんだ。なんでぶっ壊れたんだ。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん加湿器安いよ。安いね。2000円ケラフェン3000。いや加湿器炊いておかないと乾燥がやばい。本当に冬場はマジでやられる。まさか加湿器壊れると思わなかったな。なんか床がびっちゃびちゃになってて、で拭いたの、いやあれと思って、シャワーなんか水漏れしてたかなと思って拭いて、加湿器切れてるわと思って、加湿器がなんか2時間ぐらいでボトルがなくなるの。エアコンつけてるから余計に乾燥するよね。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、アマゾンで見てみたら。なんでアマゾン2、3日かかるじゃん。加湿器を買おう。今日さん、そこがぬめるとダメなのかも。いやわかんない、多分なんだけど、カルキが溜まってカルキ取ったんだよ。その時にカルキと一緒になんかプラスチック傷つけて穴開いたんじゃないかとか、ちょっと原因はわかんないんだけど、多分そこに穴が開いてるんだよね。さすがに加湿器を直すっていう発想は俺にはないわ。便座は直せるけど、便座。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、ドンキに売ってるの。ドンキか。では朝のランニングクソだるいわ。今日寒い。今日寒いよね。今日走。金魚姫さん消耗品だから。今日走りたくない。使わなくてもね。寒いよ今日。今日寒いよね。今日寒いよね。サメちゃんの彼女さん、ロフトとかは高いと思う。うるさい。今日寒い話を。うるさい。加湿器の話いつまでしてるんだよお前ら。金魚姫さん、今日寒いよ。今日寒いよね。走りたくない。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、寒い。いや昨日見てみたけどね、無理だと思う。銀河さん、電気が今でランニング。電気が今でランニング。のりこぶっ壊れたな、ついに。電気が今でランニング。現一星さんはどつ。はい、はどつ。どうした、のりこがボンと同じぐらいポンコツになっちゃったけど。 LINE 送るなっつってんのに LINE 送ってくるかな。暗号だね。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、のんちゃんいるの。のんちゃんコメント欄にいるじゃん。のりこアット銀河って書いてあるじゃん。のんちゃんだよ。なんかスノーで加工しまくって、もう誰が誰だか分かんなくなってるけど、女子高生みたいになってる。女子高生のプリクラみたいなサムネだ。サメちゃんの彼女さん、のんちゃんだったんだ。いやいや知らなかったの。のりこだよこれ。知らなかったんだ。捨て頃のチケット予約した？みんな。知らなかった。捨て頃のチケット予約した？なんだかんだ売れてるらしいよ。問い合わせすごいらしいよ。なんだよ、また便所儲かるのかよ。金魚姫さん、電気町までランニングってのんちゃん言ってるんじゃ。ん？そういうこと？電気が今でランニング、電気街までランニング、すごい。ネクストコマンズヒント、電気街。のりこアット銀河さん、そうです。そういうことか。電気街までランニング。電気街って言葉、電気街って何。電気街って秋葉原ぐらいしか分かんないけど。そういうことだったんだ。読解能力の問題だったのか。あれ炎上になってない。金魚姫さん、バーガーを5個プレゼントしました。延長します。銀河さん、新宿西口。新宿西口までランニング。帰りランニングどうするよ。帰りのランニングどうする。
行きだけランニング。ランデレラとサメちゃんの彼女さん、ドンキが安いと思うよ。待って、金魚姫さん、東京は今日初雪観測されたの？え？今日雪降ったの？え？雪降ってんの？それ寒いわ。それは今年雪まだ降ってないね。ええー。のりこアット銀河さん、知らんかった。いや俺も知らん。そんな寝てた。それ寒いわ。いや走らないとダメ？どう思う？走らないとダメだと思う？こんな寒い中、かわいいかわいいワドちゃん、かわいいかわいいワドちゃん、走らないダメ？金魚姫さん、加湿器を買いに走る。まあすごい合理的なよね。合理的。ランニングすることと加湿器を手に入れるっていう、その2つを同時に叶える、すごく人間らしいよね。現代的だよね。電気街まで何キロだろう。新宿西口まで何キロだろう。何キロかな。のりこアット銀河さん、加湿しないと部屋が寒い。そう、部屋も寒いんだよね。部屋も寒いし、あの乾燥が喉やられるし、どうしよう。現一星さん、フライパンに水入れて沸かすといいかも、わら。うん、まあそうなんだけど、加湿器のメーカーどこのにしようかな。え、じゃあアロマディフューズは超音波は買ったらダメってことね。和道リスナー的にはとにかく、なんだ、加熱式だっけ、なんかボコボコするやつ買うのね。沸騰させて。のりこアット銀河さん、湯船に余裕。いや今シャワーバーってやったから多少よくなった。金魚姫さん、スチーム式。スチーム式ってやつを買うの。チーム式加湿器を買えばいいのね。電気街までランニング、マキルさん、超音波式はカビを噴霧する装置だからね。へえ。なんでみんなそんな詳しいの？え、じゃあ俺がさ、なんだっけ、あれ買ってたじゃん。なんか
あの無印良品の加湿器はあれは良くなかったの。無印良品の加湿器わーってやってた、部屋中にカビを撒き散らしてたの。そういうこと？どこでその知識を得たのか教えてよ。どこでその知識を得たの？のりこアット銀河さん、行くなかった。行くなかった。マキルさん、説明書に書いてあるわら。カビを撒き散らす製品となってますって。いや書かないでしょ、自社の商品に。こんなこと書く。ランニング遠回りすればいいのか。北新宿の方からぐるっと回って、で西新宿の電気街に行って、それだったら5キロ。右乳首見せてください。それだったらいけるかもしんない。ちょっと距離遠めにカウント。のりこアット銀河さん、だなとか白い粉がつく。へえ。あ、全然知らなかった。スチーム式がいいんだね。これ2年ぐらい使ったっけ、のんちゃん。2年ぐらい使った、加湿器。もうのんちゃんいなくて寂しいんだけど俺。のんちゃんが全然会いに来てくれなくなって寂しいもん。のりこアット銀河さん、2年使ったね。2年か、ちょうど。さん、最近のんちゃん何してるの？のんちゃん家にいる。実家にいる。電気街ランニング、電気街で、電気街ランニングか。外配信や。遠回りするランニングで、じゃあいい？のりこアット銀河さん、家で寝てるのす。ていうか俺ちょっと腹立つことがあったんだよね。原因でアレルギーや原因不明の頭痛にもなるかね。なんかね、すごい頭にくることがあって、バッテリーを買ったの、アマゾンでタイムセールみたいなので、でタイムセールでなんか定価1万円のやつが普段ね3500円ぐらいで売ってんのよ。でロハコさんが使ってたバッテリーなの、それがタイムセールで1900円で売ってたのよ。安いじゃん、でっかいバッテリー、スマホ用の。それを買おうと思ってね、1900円だから買おう、ロハコさん使ってたやつだと思って買ったら、住所明らかに送ってんのに住所不明でキャンセルされたので返金処理されたの。あれ汚くない、やり方。
要はさ、これ何かっていうとさ、業者が結局在庫はけすぎたかなんだか知んないけど、勝手にこっち側の不備にしてキャンセル扱いにしてんのよ。で、通常料金でまた売ってんの。頭に来ない、なんかそういうウェブ屋の、なんかそれはダメだろう。なんか SEO でさ、上の方に行きたいのかなんなのか知らないけどさ、釣り釣り本当に良くないよね。そんなダメだよ、商売やってるやつが。ちょっと頭にきたよ。だったら最初から1900円とか書くなよな。おかしいだろ。金魚姫さんやらしい。やらしいよね、やり方が。すげえムカついた。3大人の事情で済まされる世界。マキルさん、最近アマゾンの業者治安が悪くて危険らしいね。いやー、なんか届かない商品とかも多いよ最近。ノリコアット銀河さん、値段の表記間違えたんだ。多分そうだろうね。それはさ、でもさ、なんだろう、良くないやり方だよね。お金戻したからいいでしょっていうのを逆手にとってさ、あんまり良くないよね。ダメだと思う、そういうのは。良くないと思うんだよね。なんかダメだろう、やっぱそういうのにはね。アマゾンさん対応してほしいかな、そういう悪質なユーザーには。今日雨？曇り？じゃあこうしない？ランニングを遠回りで西新宿に行きます。で、西新宿でご飯食べます。ご飯食べたら加湿器を買います。加湿器持ってウォーキング。ちょっと今日走る距離短めになっちゃうけど、これはもうしょうがないよね。そのプランでどうでしょう、今日のプランは。マイパーフェクトプラン、今日という日を楽しむための最高のプラン。金魚姫さん、今日のスケジュール決定。5キロ走る、5キロだからもう30分、歩いて20分だからな、そんな距離ないと思うんだよな。ちょっとあれか、ルート検索しようか、家からの Google マップで。 Google マップでその家からの距離を検索しよう。俺は賢だから。お前らポンコツと違って俺は賢だから。お前らポンコツリスナーと違って、本当にめっちゃ賢だから。よいしょ。寒い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 、今日寒い寒い寒い。姫さん、そうだね。うん、そうだね。ちょっと Google マップで調べるわ、ランニングコース。今日はちょっと特別編だから、マップ。まず自宅から。自宅はどこだ。自宅はここだ。自宅、あれ、自宅設定がされてない。で、ここから、いや、そんな遠くねえぞ。じゃあビッグカメラでいい？ヨドバシカメラにしようか、ゴール。 OK。 ヨドバシカメラルート。いや、近いな。
で、まず自宅からのルートをどうしよう。こうすっか。これでどうなる？これで何キロだ？なるべく遠回りするよ。なるべく。こうか。ダメだ、2キロしかない。ダメだ、片道2キロになっちゃう。もっと遠回りする。普段だから結構走ってるんだよ、やっぱり。北新宿まで行くか。じゃあ別ルートにするね。のりこアット銀河さん、秋葉原。秋葉原遠すぎる。結構大掛かりな企画になっちゃう、それだと。あー、これか、このルートか。え、このルートでどれくらい？あ、それでも 2.6 キロなんだ。いやー、マジか。え、マジか、 2.6 キロ、本当に変わんねえじゃん、これだと。あ、嘘だ。こんな、あー、こんなもんなんだ。いや、5キロって結構走ってるな、俺。え、どうする？これでちょうど半分の 2.6 キロだわ。北新宿からブワーっと走って、なんだ、大久保の方行って。あ、そんな走ってるんだ、俺。あ、そっか。神田川登って。金魚姫さん、改めて見ると5キロは長いね。いや、5キロ結構走ってるわ。結構走ってるわ。だって1、2、3、3駅、4駅分走ってるんだもん、片道だけで俺。家から中野坂上でしょ、中野坂上から東中野でしょ、東中野から落合でしょ、で落合から中井まで走ってんの。そっから折り返してるから、あの最後橋のところで休憩してるじゃん、あれが4駅目の中井って駅なの。結構走ってんだな。まっすぐな道だけど、あ、結構距離あるわ、びっくりするわ。5キロ走るためにはどうしたらいいんだろう。自宅から中野坂上経由、ちょっと待ってね、今いろいろ考えてるから。あー、このルートかな。ここを通って、あー、このルート行けるかもしんない。あ、これで 3.8 キロか。じゃあ東中野経由。なんで俺遠回りしてんだろう、電気街行くのに。すげえ遠回りだけど、いい？東中野から行けるか？あ、なんかこれ複雑だな。いや、このルート良くない。ちょっと待ってね。これで 3.8 キロだから、どうしようかな。どうしよう。なんで家から10分で着くところをわざわざすげえ遠回りしないといけないんだろう。5キロのルート確保どうやってやろうかな。
もうちょっとなんだよな。これでどうだ。ああ、いい感じになってきた。わかったわかった。これだ。はい、ちょうど5キロ。はい、ルート決定。歩いたら1時間で出てる。こんな感じで行きますか、今日は。アホでしょ？ここ自宅なんだけど、こうやって歩いていったら10分、15分で着くの。こうやって歩いていったら10分、15分なのね。だけど、一回タワマンを経由して、新宿、自分の家の最寄り駅を通過して、中野坂上の方、山手通りを通過して、ここが問題だな。ここ金魚姫さんわらわら、東中野の境まで行って、こっから北新宿新大久保の方向かって、で交差点を一気に南下して、新宿駅を経由してヨドバシカメラ。アホでしょ、このなんかルート。これでいい？ランニングコース、今日のランニングコース、これで家からタワマンから新宿行って、ここがねちょっと鬼門だね。ここ通ったことない道だから、ライフ、ここの交差点、セブンイレブンがあるんだ。セブンイレブンのでっかい交差点、何があんだこれ。曲がるの宮下っていう交差点を右だ。宮下を右、宮下を右。初銀河さん、新大久保行きたい。いや、だからいつでも連れてってあげるよ。うん、今日行く？新大久保。ヤノラキーさん、こんにちは。お化粧品買いたいんでしょ？あれ食べたい、チーズドッグ食べようよ、今流行りの。じゃあこれで5キロ、結構走ってるでしょ。新宿5丁目、中野坂上、半分まで行って、ガーって新大久保まで行って、で一気になんかして新宿。やっぱ4駅分だよ。結構走るぜ、これ。5キロ。よし、ルート決まりました。今日のランニングコース。OK でしょうか。じゃ、寒いんでお布団入りましょう。一回温まろう。あー寒い、あー寒い、あー寒い。あ、スタンドがない。なんか安い AV みたいなカメラアングルだな。いや、これ雨の日とか絶対走りたくないんだけど。雨の日とか絶対やだ。何時から走ろうか。
新大久保今度行こうのんじゃ。何買うの？化粧品？新大久保デート。ご飯は何食べようかな。ご飯何にしよう。何食べよう。何食べようか。何食べよう。で、何食べる今日。昨日はカレー食べた。うどんはダメ、うまくない。メイウェザーさん筑前車。筑前に深見さん甘つめし。天津飯いいな。いいね、天津飯いいね。天津飯、いや天ぷらそばもいいね。舞茸の天ぷらどっかに売ってないかな。舞茸の天ぷらどっかない。舞茸の天ぷら食いたいな。舞茸の天ぷら、舞茸の天ぷらどっかないかな。富士そばにする。富士そば今日のご飯。富士そばにしようか。
じそばにしよう。あ、セコンド決まったよ。セコンド昨日決まった。セコンドやるわとかに言い始めたあの配信者がいたわ。ステゴロのセコンド決まってるんって言われて、いや決まってない、じゃあやるわって言われた。金魚姫さん誰ですか？それは言わない。墓場まで持ってく。そういうことを人様に言うなっていう教育を受けてるから。何でもかんでも喋ればいいと思ったら大間違いだよ。あいつだよ。金魚姫さん内緒なのね。矢野ラキーさん確かに青山だね。テルだね。テル人だね。テル人がやるって。だから一人は決まった。テル人。テル。まあでもいいんじゃない。なんかテルセコンドはちょっと面白くない。てかほんとクマひでえな。いいね、ありがとう。テルは結構いいよね。面白いよね。よっしゃ行くか。気合い入れるか。金魚姫さん昨日ツイッターに上げてた豆で配信者見ました。豆ちゃん見た。豆ちゃんここでよく1年ぐらいよくリスナーやってたけど最近来ないんだよね。豆ちゃんあれでしょ、和道の配信完コピしてたでしょ。白い文鳥を飼い斜めからのアングル、あとなんだろう、完コピしてたよ。あとあのなんだっけ、シネマスコープっつってここに黒い線入れて、和道愛を感じたよ。和道愛を。じゃあちょっと着替えますか。金魚姫さん完コピに笑っちゃいました。あれで赤い照明つけ始めたらもうあれだね、お豆ちゃんは和道リスナーだね。いやもう完コピしてたよ。よいしょ。和道流配信術を完コピしてた。行くか。
だるいけど勝利のために走ろう。なんかスポーツ好きな人の気が知れないんだけど、なんでみんな運動好きなのこんなに。じゃあやるか。戦う男はどう。あ、でも筋肉痛にならなくなってきたな。やりましょう。やるときはやるっていうところをね、リスナーにアピロー。好感度上げてこう、好感度。やることやろう。バーガーありがとう、マキルン。マキルンありがとう。ヤノラキーさん勝利を目指す、カズミチさん。そうね。金魚姫さんいいね。ラストファイトだから。ラストファイト。寒いからちょっと厚着でいきます。ケドスから点三筋肉すげえ。張さんはじめまして、試合頑張ってください。よいしょ、頑張ります。今からトレーニングです。僕は筋肉すごいかな。でもあれだよね、捨て頃やる前と捨て頃をなんつうの始める前と全然変わったよね。体これでもだいぶ変わったよね。本当にこんなだらしない体だけど、もっとだらしなかったんだもん。確かに筋肉質にはなってきたよね。その格闘技ガチ勢とかドレさんと比べたらヘッポコだけど、俺の中では革命が起きてるんだよ体に。これでもだいぶ筋肉質だよ人生の中で。人生でこんなに運動するしたことないもん。頑張ってるよ。あ、空気清浄機のフィルターも変えようかな。なんかさ、ミンスケからもらった空気清浄機のフィルターもあるんだけど、それも変えた方がいいかな。なんかタバコ吸ってるから、ちょっとフィルター見てみようか。どう？その作戦。どう思う？変えた方が良くない？空気清浄機。ちょうど1年間使用したから。空気清浄機のフィルター見てみよう。せっかくだから買えましょう。ねえ、ヤノラキーさん買えましょう。いや見てみようぜ。これ売ってるかな電気屋さんに。うわうそ、やばい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 。真っ白だったのがこんな色だよ。真っ白だったの。やばくない？ヤニ、うわ、やばい。これほら中真っ白だったの。これもう変えた方がいいよね多分ね。ヤニ。金魚姫さん上でしょう。これはすごいね。ほらな、ちゃんと中の方白かった。この色だったの。これ変えた方がいいよね。まだいけるかな。どう思う？もう替え時？いやすごいな。この分ミースケナイス、グッジョブだよミースケ。ミースケが加湿、あの空気清浄機変えてくれ、買ってくれたんだよ。これ変えた方がいいよね。型番とかあんのかな。
おう、すげえな。ヤノラキーさん、ミースケさん、新潟。こっち側も変えるべきなのかな。いや、ミースケ いいやつだよ。こっち側は大丈夫なのかな。こっち側なんかこっち側大丈夫っぽいんだよね。粗いフィルターの方、こっちは大丈夫か多分。そんな気がする。変えよう。これはあかん。金魚姫さん、メーカーと型番をメモしていこう。ホリが半端じゃない。変えよう。メーカーと型番、メーカーシャープで型番、型番メモるか。 OK。 FUG51、 FUG51 って書いてあるね。 FUG51 だって。ランニングあれでもいっか、ジャージだけでいっか。そんな寒くねえな。ヒートデック着たらそうでもねえよ。フィルターと加湿器、で富士そば食って帰ると。お金いくら持ってけばいいかな。みんな FUG51 と覚えといて。FUG51。 2万持ってきゃ足りるよね。2万円持ってきます。嘘、充電してねえ。マジか。 Wi-Fi 充電し忘れてるよ。やば、大丈夫かな。 Wi-Fi の充電を忘れてた。 FUG51 です。走りたくないけど走ります。Wi-Fi 切り替えよう。じゃあ一回枠閉じますね皆さん。
枠取り直すんでまた見に来てください。次は買い物&トレーニング枠です。よろしくお願いします。じゃあお疲れ様。金魚姫さん了解です。